Veuillez accueillir le prochain patineur représentant le Japon.さあ村隆仁が登場します。2年前のフランス大会のチャンピオンです。昨シーズンは全日本選手権6位、オリンピック代表は逃したんですが、四大陸選手権では見事に金メダルを取りました。8月に急遽プログラムを変更しました。ショートはカルメン。ムラの持ち味でもある男らしさを前面に押し出したプログラムです。さあ決まるか、4回転。4回転トーループ、単独着氷しました。トリプルアクセル、これはさすがの一言。コンビネーションスピン、要素と要素のつなぎの部分は今までの自分とは違う動きがかなり入っていると話してくれました。端替えのキャメルスピン、表彰台はもちろん優勝のチャンスも大いにあります。このカナダ大会トリプルルッツ、トリプルトーループ、こらえました。そして一番見てほしいというのがこのステップ、場内手拍子。しっかりリズムを捉えていると思います。よく動いています。初のファイナル進出への第一歩、フライングスピン、力強くかっこよく無良崇人らしく滑り終えたショートプログラムです。ジャンプは大きなミスなく、はい、きっちりまとめて、トリプルアクセルは本当に彼らしい高さのある素晴らしいジャンプだったと思います。はい、トリプルルッツ、トリプルトーの後に少しオーバーターンじゃないんですけどもしてしまったので、そこは出来栄えの方ではマイナス評価にはなってしまうのと、あと最初単独で4回転トーループがあったんですけども、はい、単独で行う場合はステップからの単独ジャンプという規定があるので、それを満たせてないということで出来栄えの方でもしかしたらマイナスはないと思うんですけども、はい、プラスがもらえるかどうかというところですかね。ただ全体的なこのプログラムですね、8月にこう急遽このカルメンに変更したわけですが、はい、非常にこう力強さ、スピード感などありましたけども、はい、はい、彼に合ったショートプログラムといいますか、最後のステップなどもしっかりこうリズムを捉えて、はい、力強さというものもこう前面に表現できていたと思うので、はい、とても良かったんじゃないでしょうか。いつものようにお父さんの村隆コーチと得点を待ちます。本当にこう2人で挑戦を続ける姿、今シーズンは本当にこうファイナルに向けての意気込みというのが例年以上に強い村です。
冒頭のこの4回転トーループはもしかしたらちょっと足がついてたかも、際どいところですね、知れないんです。あーでもギリギリ大丈夫だと思います、はい。ただその先ほど言ったステップというところでステップから直ちに行わないといけないので、プラスの評価になるかどうかというところと、あとここのちょっとだけあのステップアウトじゃないんですけどなってしまったので、それをどうジャッジが評価するかというところがポイントですかね。まあ少し本人も演技後はやや悔しそうではありましたが、今の表情を見ますとね、充実感というのも見て取れます。さあ村の得点楽しみです。どんな得点が出てくるか。村隆人 82.57 という得点、自己ベストにも迫る得点です。お父さんも拍手を送っています。村隆人見事にここでトップに立ってきました。